はい、どうもこんにちは、うずっかです。それでは今回なんですけども、ファミペイ飲食店家電50%還元が中止。今後のファインペイボーナスの利用方法も解説ということで、今朝びっくりした情報が出てきましたね。ファインペイの半額キャンペーンの一部が中止になったということで、その件についてですね、僕なりに気になったことについての問い合わせと、そして、ま、今後の、ま、使い方についてですね、まとめていましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、今現在絶賛開催中のファミペイの半額キャンペーンなんですけども、まさかのね、キャンペーンページにこんなようなものが出ておりました。お詫びということで、1月26日火曜日より発生しておりますシステム不具合のため、現在実施しております飲食店、家電量販店でのファミペイ払いで半額戻ってくるキャンペーンを急遽中止とさせていただきます。なお、ファミリーマート店舗でのご利用は、2月1日月曜日までキャンペーン対象となります。 お客様にはご迷惑しますが何卒ご理解のほどよろしくお願いいたしますということでございましたいや今朝ね本当僕もツイッターでつぶやいたんですけども結構びっくりしましたねなんか昨日ぐらいからそのファインペイで今朝ができないってことはちょくちょくねツイートで拝見してたんですけどもまさかそこからね その後に行われる飲食店家電量販店でのキャンペーンを急遽中止ということでかなりびっくりしましたね。まあもう決まってしまったのはしょうがないんですけどね。で、ここを見ていただきたいんですけども、ファミペイ払いで半額戻ってくるキャンペーン対象となる取引についてということで、 まあこちらファミリーマートで半額のキャンペーンなんですけども、これは2月の1日月曜日まで開催中ということで、この期間に使っていればちゃんとファインペインボーナスが申請されると。で、ドラッグストアの方はもうすでに終了してるんですけども、この期間内であれば半額の対象ということになります。で、こちら飲食店なんですけども、1月の26日火曜日からスタートしまして、1月の27日水曜日午前4時59分までの間に決済した場合、 そしたら、還元の対象ということになりますんで、まあ、この期間にね、決済された方はもう本当ラッキーという感じですよね。まあ、おそらく、ほとんどの方は、まあ、ケンタッキーとか、米田コーヒーとか、まあ、カレーのココイチとかでま、決済されたのかなというふうに思います。そして、まだ開催スタートしてなかったんですけども、家電量販店の分に関しては中止ということですので、まあ、結構ね、ショックは大きいとこではあるんですけども、これについてはちょっと続きがあります。まあ、後ほどお伝えしますね。 で、あと、ここも見ていただきたいんですけども、なお、銀行口座、ファイマ T カード、カッコ、クレジットの登録期間は変更ございませんということですので、まあ、このキャンペーンに参加するためには参加条件として、キャンペーン期間中に、 銀行口座とかファイマティカードとか銀行口座とファイマティカード両方登録されるかっていうこのいずれか一つを満たすっていう条件があるんですけどもこれは特にね変わらずということでございますでこの動画をアップしている1月27日現在はこんな状況ということですね一応キャンペーンの付与対象となるのはファミリーマートでの50%還元そしてすでに終了はしてるんですけどもド,ロッドラッグストアの50%還元ということになりますでここからなんですがまあ僕の中でねちょっと気になることがありまして このキャンペーンで、まあ、かなりの額入金された方っていらっしゃるのかなと思うんですよ。まあ、先ほどのね、図であれば、下の、下半分のところなんですけども、まあ、飲食店のキャンペーンに参加するために、上限、付与上限マックスもらうために3000円、そして金量販店のキャンペーンに参加するために、付与上限もらうために6000円入れて、まあ、トータル多分1万円以上入金された方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思うんですね。で、僕の場合なんですが、こちら、まあ、すっごい微妙な額なんですけども、とりあえず僕はドラッグストアの方は実はキャンペーン 参加完了してまして、ファミリーマートだけはまだ完了してないんですよ。ですけども微妙に三千九百九十九円っていう額が残ってます。で早速ね僕も気になることはとりあえず問い合わせようということで今回はチャットオペレーターさんに聞いてみました。そんなに混んでなかったんで。 意外とサクサクっと問い合わせることができまして、16時3分に問い合わせしました、本日の。で、ド直球に聞いてみました。今回のキャンペーンが中止になったことで、大量に入金したお金の返金などの対応は可能ですかということで、返ってきたお返事なんですけども、この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。ファミリーマート店頭でのお支払い、オンライン決済、ファインペイチャージ等の各種サービスについては、通常通りご利用いただけます。 ファインペイアプリにチャージいただきました残高は有効期限がございませんので、よろしければご利,ご利用いただけませんでしょうか。なお、半額キャンペーンにつきましては、今後実施予定でございますということでした。んって思って、僕の質問とちょっと違うお返事が返ってきたんで一瞬びっくりしました。ですけども、ちょっとここ見ていただきたいんですが、なお、半額キャンペーンにつきましては、 今後実施予定でございますということですので、とりあえずね、まあ今日の発表の中では中止ということにはなったんですが、おそらくこのメッセージを見る限りはどこかのタイミングでやるのかなというふうに思います。まあ僕も気になりまして確認も取りました。かしこまりました。今後実施予定ということですが、同じような半額キャンペーンが実施されるという認識で間違いないでしょうかということを聞いて、お返事は、半額キャンペーンにつきましては今後実施予定ではございますが、実施時期は未定となっておりますということで、まあ あんまりこの感じだと詳細は教えてくれなさそうな感じだったんですが、まあ僕の予想的にはやっぱり半額キャンペーンで結構大きいので、それ同等のキャンペーンが出てくるのかなというふうに予想はしております。で、 ちょっとグイッと行きまして、話を戻しました。承知しました。先ほどの質問に戻りますが、もし入金して今回の件で返金を希望する場合は、返金を含めて柔軟に対応していただくことは可能でしょうかというところを聞きましたところ、お返事は、じゃんということで、大変申し訳ございません。どのような対応ができるかにつきましては、お客様の情報を確認する必要があり、こちらの窓口では対応できかねております。ごめんどおかけしますが、当窓口までお電話にてご連絡いただく必要がございます。ということでしたので、 なのでチャットサポートもちょっとね限界があるということでしたので今出てる電話番号に問い合わせて確認をしてくださいということでしたなのでもしねかなりの額を入金してうーん今回どうしようかなという風に迷っている方はとりあえず電話してみるのがいいのかなという風に思いますまあ、チャットサポートの方もね急遽こんなことが起きてびっくりしてるとは思うんですけどもかなり迅速に対応してくれて良かったですで今お伝えしたこと含めてまとめなんですけども今回たくさん入金された方の場合なんですがまず一つ目電話で問い合わせて確認をしてみてくださいまあ、今出てるものが ファインペイに関するお問い合わせ窓口となってます。ファインペイポイントカードサポートセンターということで、ナビダイヤルと固定電話の番号がありまして、結構時間も長いですね。9時から21時まで。で、ファインペイ電子マネーに関するお問い合わせ24時間ということですので、もしね、電話希望の場合は、こういったところから問い合わせてみてください。一応、お問い合わせフォームもあるみたいなんですけども、まあ、今回の件に関しては個人情報の確認もおそらくあるかなと思いますんで、 ま、一番確実に電話してみるのがいいのかなと思います。で、次二つ目は次回のキャンペーンまで待つということですね。 ま、先ほどのね、チャットサポートの窓口の方もおっしゃってたように、実施の時期に関しては未定ということだったんですけども、まあ、それをリベンジするかのように、またどこかのタイミングでキャンペーンをする予定ということでしたので、まあ、待ってみるのも一ついいのかなと思います。しかもね、入金した分に関しては有効期限が特にないんでね、まあ、おそらくね、今回開催されてるキャンペーンの、この二つ、飲食店と家電量販店の分が、キャンペーン再開するんじゃないかなと予想してます。まあ、できればね、これ以上のものが来てくれると嬉しいんですけどね。で 3つ目、ファインマー50%還元と合わせて、ポサカード購入などで消費ということですね。まあ、今回の件でね、ファインペについて色々思うことが出てきた方かなりいらっしゃるかと思うんですけども、それも含めてとりあえず消費したいという方はこういった方法でもいいと思います。まぁ、あ、すでにね、今回のキャンペーンのこの2つに参加されてる方を例として挙げてみたいと思うんですが、この付与上限2つ合わせて1500円相当、 もらえるかと思うんですが、そのボーナス費用が2021年の2月の25日頃ということになってます。まあ来月のね、25日ぐらいということですので、それと合わせてポサカードの購入ですとか、次回のそのキャンペーンまで使わずちょっと我慢するのかっていうところを検討してもってもいいのかなというふうに思います。ちなみに先ほどからお伝えしているポサカードっていうのはこういうものですね。個人的におすすめなのはバニラビザギフトカードというものですね。まあ3000円からしか購入することができないんですけども、モバイル ととかにもチャージすることができます、まあ、他にもですね、Amazon ギフトカードであったりとか、楽天のバリアブルカードとか、そういったものもあるかなと思いますんで、ご自身の普段使うポサカードをね、購入するのが一番ベストだと思います。ということで、簡単でしたけども、こんな風にまとめました。電話で問い合わせて確認をするか、次回のキャンペーンまで待ってみるか、ファインマの50%還元と合わせてポサカード購入などで消費ということで、まあ、他にもね、こういった方法がありますよっていうのがあれば、ぜひともコメントいただけると嬉しいです。まあ、僕自身は、まあ、まだね、 ファミマの50還元全然使えてなかったんで、まあ、それをねととりあえず使おうかなと思いますで余った残高に関しては、とりあえずね、次回のキャンペーンまでとりあえず待ってみようかなというふうに思いますね。まあ、そんなこんなで今回は、ファインペイのキャンペーンの一部が中止になりましたよということ、そしてそれについて問い合わせたということと、今後の使い方について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや、ほんとね、まあ、こういったことっていうのは、たまにまあトラブル的なもんはね、普段からスマホ決済利用してる方で、 であれば若干もういろんなこと経験してるのでああまたこういうの出たかみたいな感じで思う方もいらっしゃると思うんですよねまあどこで何が起きたかとはあえて言いませんけどもですけどもやっぱりこういったトラブルが起きた時に大事なのは使ってるユーザーからのその信頼回復のためのとっておきなキャンペーンですねもうこれに期待するしかないんですよねまあとあるペイに関してはまあ、トラブルは起きたけどもそれに負けしとずっとキャンペーンを打ち続けたことによってめちゃくちゃね信頼回復をしてきたペイもありますしまあおそらくねファインペ 今回のこの件でかなりね、ユーザーからの信頼は落ちた部分はあるんですけども、それを巻き返すぐらいね、ぜひキャンペーン打ち出していただければ、今後も愛用しようかなというふうに検討したいところではありますね。以上ですね、今回お伝えしたこのキャンペーンのリンクなどに関しては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあこちらはね、僕のとある日のツイートなんですけども、まあ久しぶりにね、朝、朝からまあお得活動ということで、いろんなお店を回ってきました。で、まあ今回ね、このファインペイのキャンペーンで、米田コーヒーが対象だったんで、エビカツパンっていうのをですね、初めて頼んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。ご覧の通り、かなりのね、プリプリなエビが入ってたんで、食べた食感とかも結構たまらなく美味しかったんですけども、 キャンペーン自体は1月26日からだったんですけども、残念ながら1月25日に米田コーヒーで利用したということで、もうただただ米田コーヒーで美味しいエビカツパンを食べて、普通に支払っただけということでございました。ただただ僕のポンコツっぷりを披露したツイートでございましたということで、皆さんはね、そういったことがないようにお得活を楽しんでいきましょうということで、ありがとうございました。